はい、では続いて FNAF3。 あのね、 FNAF3 が一番楽しみ。 FNAF3 ってあの僕あんまり好きじゃないんだけど本編はあんまり好きじゃないんだけど、どうやって VR で再現するのかっていうところに非常に興味が湧きます何も説明ねえんだけど、ボタンを押す。はい、さあまずは警備室。あーすげえや。え、ちょ待って、どうやってやんの。ハロー。あ、そっか。めっちゃ見づらくなってるじゃん。てかカメラあんまり動かしちゃいけないんじゃね。え、これさ、 V やばくね。あの今までこの何の音、あの右のスティックでこうやってぐる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 やってたんだけど、それやるとさ、例えば5から9に行きたいとき、こう行くじゃん。上やるとパペットのカメラ映しちゃうんだよね。だからフリーカメラでこうやって一個一個エイムを合わせて調整していかなきゃまずくね。てか弁当どうすんだ。お、弁当あった。こっちか。弁当 B がなんか反対になってるのは、ダクト照らせる？ダクトが照らせる。あ、ごめん、閉じちゃった。どこ閉じてるお前それ。いや、最初はここ閉じといて。で、システムオーディオ、すべて再起動。すべて再起動やってみようか。3、4、16なんだよ。5、6、7。あれ？めっちゃ早くね？換気、一回やってみよう。1、2、3、4、5、6。あれ？ 7、8くらいまでなかったっけ？ファクシー。目チカチカしてる。あ、ちゃんとアニメーションついてるわ。ただの画像じゃねえこれ。いやーちょっと暗いね、フナフ。あー、やべ、あははやっちゃった。変なとこ呼び出しちゃうこれ。オーディオ再起動しながら、オーディオ再起動しながらカメラ見れる、これチートかやばくね。あ、フレディいる。あ、待って、コインない。コイン後ろどうなってる。コインないな。後ろはまあでもガラクタか。ダンボールしかない。めっちゃさ、雷鳴ってんだけど、FNAF3 のこの時期って雨降ってたってこと？ってことは。雷だよね、この音。ま、FNAF3 は、ちゃんとあの、フリーカメラ、このカメラ、エイム合わせてやった方が良さそう。ビデオエラーだ、びっくりした。はい。ちょっとボタン操作慣れないかも。これ、金庫の上に置いてんだ。あ、395。遠くね。395248どこ行った。まあまあこの夜じゃできないんだけど。おお、びっくりした。まあ FNAF3 の第一やってスプリングトラップ出てこないんだよね。まあっていうのも多分これは予想なんだけど、 FNAF3 の警備員がこう第一夜で来て、でそれを、そう、第一夜で来たからナイト2から、あ、なんか人間いるじゃん、襲おう、つってスプリングトラップが来るんじゃないかなって。あ、ごめん。すげえ痛そうだった。え？来るんじゃないかなっていう僕の予想。って言っても、このゲームって、うわ、スプトライル。このゲームって、あの、FNAF、このファイブナイツ・アット・フレディーズっていうゲームをモチーフにしたゲームなんだよね。なんつったらいいんだろうな。まあ、だから、ただのリメイク作品じゃないから、世界が違ってても、全く何ら違和感はない。てかこれカメラずっと見てるからさ、ビデオエラーが大変なんじゃね？お、いる！あ、クソ、あ、クソスプリングトラップだこれ。あ、やべ、イライラしてきた。全然動かない。びっくりした。え、強くね BB。 待って待って、これ弁当閉めなきゃやばい。どこ行ったあいつ、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 いる？やべえ、いる！どうしよう！これ、どうしたらいいのこれ。待って、無理無理無理。どうしたらいいのこれ。ライト？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 なになになに？どうしたらいいの？無理だろ。あ、いる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 。奥にいるわ。
あれスプトラでしょ。ねえやばいってファントム BB。 あいる。ちょ待って、じゃあお前こっちを閉める。え消えた。あーびっくりした。あじゃあいい、こっち閉める、こっち閉める。ちょっとね操作が大変だね、まだ覚えきれてないから。とっさにこのボタンがライトとかこのボタンで呼ぶとかができない。まあ、とりあえず今日は9番カメラ9に閉じ込める作業にしようかな。動いたな今。動いてないのか。なんかねそんな気がしたんだよね僕。えどうすんだこれ。このままだと再起動できないぞ。ダクト通ってる、ダクト通ってる。いや閉めてる閉めてる閉めてる、めっちゃ閉めてる。ほらやべ、どうしよう。あぶね。一瞬なら大丈夫なんだファントムフォクシー。あダクトから消えた。あそうだね、よかった、今トントントンって聞こえたわ。え再起したよ。ねえどうすんのあの人。めちゃめちゃ怖い。だってあいつ隣にいる、いながら僕この作業しなきゃいけないんでしょ。クソ怖いんだけど。あぶね、こうか。あ、わかった。こうだ。こうだ。はあ、なるほど。掴んできた、掴んできた。どこ行ったんだよ、あいつ。ここもマングルいるから見たくねえんだよ。4番は見たくなくて。7見ていいんだっけ。あ、フォクシー消えた。5は見ていいんだよ。5は1番来るから。6もいいんだよね。7ダメなんだよ。7、8、4はダメ。あ、いるわ。なんだよ。カメラ10に呼んじゃおうか。全然聞かねえけど、あいつ。え、これ、オーディオ、意味ある？プレイヤーオーディオ。え？終わっちゃったよ。どうしよう、このゲーム。てんてて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 てん。あ、BGM がなんか戻ったんだけど、戻ったっつうか、本家同様になった。あ、いる。え、ちょっと、いる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 。ファントムフレディいた。うわ、びっくりした。フォクシーに変わってる。動かねえ。全然誘導できない。オーディオ、あれマジ ?OK。上からオーディオ、ビデオ、空調を、すべてリブートだから、場所さえ覚えてればファントムフォクシーに襲われることはない。マングルがなんでそこにいるんだよ、バカ。おかしくねえか。マジ？あ、オーディオやっちゃった。間違えた、最悪。一回呼ぶか。いや、もうしょうがない、しょうがない。全員来い、全員来い、全員来い。お前も来い、お前も来い、お前も今来い、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 今来い。なんで来ねえんだよ。やべ、いね。やつがいね。ダクト通ってる。やべ！やべ！通しちゃった！最悪。どこ行ったんだっけ、これ。いや、もう、やばくね？終わりじゃね？どこ行った？終わった？これ。どこにいる？え、あのサーオンってないんだっけ？このゲームサーオンってない。ちょ、わかんなかったらカメラ5に呼ぼう。来ない。終わった。マングルがベントのカメラにいるってことは、カメラ4見てもいいのか？ダクトだぞ？え？なんで？ん？そこ通れねえよ。え？今そこ閉めてるって。いる？ってことはカメラ76にいる？どこ行った？あ、いるわ。7から6に行った。ねえ。こいつらやばいってマジ。やってること。マングルどうすんだこれ。でもマジかよ。カメラリブート。マングルの対処方法がわかんない。一旦こいつカメラ7に閉じ込めて。またお前かよ。意味がわからないこれ。いや、ダクトは通れない。ダクトは通れない。ここに、あ、オーディオがぶっ壊れた。最悪。このタイミングで壊れんの？
もう。ダクトだ。あ、だからそこ通れねえって、ファントムフラディいる。またペン、だからそこ閉まってるって。出たこれ、バカなスプトラ引いてますわ。なんでお前そういうさ、バカなスプトラオール20で来ないの。そうだろうに、ペパロニ。イノベーションインカーボナイションシンス1986。はい、ということで、ナイト4だ。いる。何だこいつ。あ、消えた。 8？ ダクトだ。ビデオエラー早っ。出たよ。ん？ダクト行ったな、これ。あ、そっか、換気エラーってほっといてもなるのか。それはしょうがないか。え？スプトラ？終わってる。もうこのゲーム終わってる、マジで。ん？てか、なんでファントム、あ？ファントムマングルって襲われるとオーディオエラーになるんじゃなかったっけ？いや、リブートしたよ。したしたした。え？で？で？やつはどこ？なんでお前そこにいるんだよ、今。ここ塞ごう。違う、そっちじゃない。操作性がもう操作性が。え、どこ行った、あいつ。あぶね。どこにいる？カメラ5から消えたの見えたぞ。あ、カメラ6の右下か、これ。じゃあカメラ7まで呼んじゃおう。で、閉めるのは、こっちかな。ダクト入った、あいつ。やべえ、どうしよう。どこのダクト入った？マジかよ。オーディオもやばいんだけど。ん？ダクト入ってない。マジで意味がわからない。え？これ、ダクトなんか両方閉められてね？なんでおかしいってマングルファントム。で、どこに行ったんだよ、弁当か、これ。え？うわ、いる！目の前いる！やべ！やべ！あ、呼んだ！よかった！カメラに行った。いる？おらんくね？ってことは、ここの、どこだっけ？ちょ、待って、危ね。カメラ5に呼ぼう。来るか？来ねえな。3行っちゃったかな？見えねえ。やべえ、本件以上。あ、6下がったわ。6下がったから、じゃあカメラ12閉めて。いや、ダクトがめちゃめちゃ閉められるんだけど。あ、消えた消えた。戻った。ん？ワープした？ダクトか。あぶねえ、フォークシーいる。もうなんで？今めちゃめちゃ避けたじゃん。待って、スプトラいた？今。あ、オーディオエラーだ。やべえ、終わった。オーディオ直ってくれ！スプトラがすぐそこにいる！ダメか。間に合わねえ。どうやって来た？あ、ベントか。これ、あれだな。ファントム BB に襲われると、音声エラーと、なんだっけ？空調エラーだっけ？になるんだな。このスプトラバカだな。ずーっとこの14のベントとカメラ G を行ったり来たりしてる。で、その隙に全部再起動しちゃう。これね、負け筋換気エラーだわ。やっぱり。換気エラー起こすと、なんかスプトラが高速移動する、もしくは、ベントが閉まってても貫通してくる。っていう仕様になってるわ。まあ、だから換気エラーだけは隙を見て何回も何回もやった方がいい。またベント行った、危ねえ。いや、マジか、やっちゃった。フォクシーは来ないのかな、これ。ずーっと僕の隣でなんかあのポーズしてるけど。いや、またベント行ったよ、あいつ。ほら。
また弁当行った。もう今日だけで10回ぐらい行ってる。やばいです、このスペトラ。類を見ないほどバカ。あぶねえ。え、なんでどうやって来たお前。ほ、え、これ FNAF3 の仕様がわかんの。閉めてるよ。だってダクト、なんて言うんだっけ。なに、なんか震えてる。あー、これね。え、ダクトシステム閉じても襲ってくんだったら、じゃあカメラ14に拘束するのめちゃくちゃ弱えな。てか、ファンタイムフォクシーだ。食べちゃえ。ってことで、次回 FNAF4 なんだけど、やりたくないんですけど。何？いや、今楽しくなくなった。ダークルーム、ブラッシュトラップ。なんか声する。あ、いるわ。